紅玉チャンネル始まるよ。どうも皆さん元気してる？紅玉のたやんでーす。バレンタインがもうすぐ来ますよね。お菓子作りを今回やっていきたいと思うんですけど、たやんなんとお菓子作りが壊滅的にそれが合わないんでございますね。こんなお菓子作りが超超苦手なたやんがレシピを見らずに甘ねとね、おげんに愛情がこもったお菓子を作っていきたいと思いまーす。今回作っていくのは2種類のパウンドケーキを作りたいと思うんですけど、まずね、これバナナのパウンドケーキとフルーツティーなんですけど、これのアップルティーを使って、ね、紅玉と言ったらリンゴなんで、アップルティーのねパウンドケーキを作っていこうと思います。紅玉早速作っていきたいと思います。まあね、ちょっと大変妊婦さんなんで座りながらしますけど、まずホットケーキミックスを入れていきたいと思います。大変これホットケーキミックスの裏のレシピさえも見ておりません。だけど卵をどんぐらいとか牛乳どんぐらいとか入れていいのかもわからない。噛んで入れます。1袋ずつ作るか。今日2人にはタヤンがバレンタインでお菓子をレシピを見らずに作るということは報告してるんですけど、胃薬を用意するように言ってきました。ちゃんとタヤンはレシピを見てバレンタインね毎年作るんですけど、1回も成功したことがありません。最終的に成功にはなるんですけど、途中でねカスタードが爆発したりとか固まらなかったり生煮えだったりとかね、毎年泣く、ね、そんなタヤンがねこのレシピを見らずに作るってもんだから、2人はちょっと恐怖でしょうね。これフレークかけた方がいいのかな。本当はめんどくさいよね。次卵かな。卵やね、お好み焼きやったら卵先に入れるもんだって。私2袋ずつ入れたから2個ずつか、計4個だね。菓子は作るの苦手なんですけど、料理は抜群にうまいです。菓子はね、買ったりとかするのがねめんどくさくって、だから失敗するのかな。今日だってだって計量器さえも用意してないし。ここで牛乳測った方がいいかな。ルルルチュラーン、計量カップ。問題なのがここからどんぐらい入れていいか。だいたい100とかじゃないの。2袋入れたけ200ぐらい。これはね、お好み焼き粉で慣れてるので、少量ずつね、入れて混ぜていきます。すごい、なんか、ホットケーキミックスの甘い匂いがする。これ砂糖とか入れんでいいのかな？あ、でもなんかバナナの方は、バナナが甘いから砂糖入れなくてもいいって前の職場のおばちゃんが言ってきた気がする。ホットケーキミックス使ったら誰でもできねえわ。めっちゃいい匂い。よし、もう片方も作っていこう。今回初めてタヤン一人で動画撮ってるけど寂しいね。めっちゃあまり向こうの部屋にいるんだけどね、寂しいな。寂しい意外と力いるんだよね、お菓子作りって。泡立てる時とかさ、メレンゲとか作ったことないけど、ちゃんと食べれるもの作ってね、タヤン。今のところちゃんとホットケーキ多分めっちゃうまそうやん。いや、これ成功するわ、心配すんな。多分ね、バター入れないけんなんと思う。すげえ、これメモリがついてんじゃん。どんぐらい切ればよかろうか。多分やけどね、タヤンの予想ね、ケーキはだいたい 10g。 よし、あ、でもこれチンセなんかな、チンセなんかな。そのまま入れたらチンセなのかな。チンしてみようか。してみよう。バターね、10g チンしていきます。おお、早い。あ、溶けてない。三日や。あ、ぐちぐち言うよ、大丈夫かな。たやん、でもね、失敗するって言うけど、途中結果失敗するだけであって、最終的に、まあ食べれる味ではあったり、最終的に見栄えだけ良かったりとかはする。見栄えが良ければ全て良しやろ。
ほら、なんかそれっぽい。残りの 10g バター入れてたから混ぜてこう。変わらん、バターの匂いしね。あっちゅ、バター溶けた。あっちゅ、あっち、よし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 。はやん、何気にできようや。不安要素ゼロや。よし、次バナナをね、潰していこうと思う。1本半ぐらい使っちゃう。残りの半分はタイヤン食う。フォークで潰していく。バナナ、バナナ、このバナナ黒、黒いバナナは砂糖がいらんって前の職場のおばちゃんが言ってきた。前の職場のおばちゃんの信頼、いやだって前の職場のおばちゃんが作ってきよったバナナパウンドケーキめっちゃ美味しかったやもん。だって1本半、一口だけもらうわ。一口食べよう。うまい。よし、潰していく。こんな感じ、バナナ。よし、これぶち込んで。いい感じ、いい感じ。とろろみたい、ね。砂糖入れた方がいいかな。砂糖なんかちょっと入れようかな。どうすっか？大さじ1杯やな。やっぱ2杯入れよう。バナナ生地完成。フルーティー。ね、今回はアップルティーを使っていきます。で、全部入れていいんかな。あ、めっちゃ紅茶のいい匂い。紅茶のね、茶がね、食べれるらしいので。うわ、すげえ、なんかゆかりご飯みたい。うわ、すごい、ゆかりご飯みたい。やべえ、ゆかりご飯みたい。アップルティーのいい匂いがするな。砂糖。はい。はい。じゃあ、型に流して込んでいきたいと思います。こんぐらいか？こんぐらいでやめちゃこうか。アップルティーの方、流し込んでいったんで、次、バナナ。個人的にアップルティーよりも美味しそうな気がする。ちょっと舐めてみたい。ホットケーキミックスの味だわ、これ。はい、じゃあバナナも入れていきました。で、空気抜きしなきゃいけないんだね。ポンポンポンって。そんぐらい早んは知ってるんですよ。え、空気抜きってどんぐらいやってやめればいいのこれ。永遠となんか泡出てくるんだけど、どんぐらいやったらやめていいのこれ。空気抜きも無事に終え、さあ焼いていきましょうかね。余熱とかせんでよかったんかな。せんでいいんやろうね、多分。アップルから焼いていきまーす。ここが一番問題だよね。火加減で焦げたりとか生焼けになったりとか変わるじゃん。オーブン170度、余熱あり、余熱なしですね。170度が一番ベストかな。焦げるかな。でも揚げ物って170度ぐらいで揚げるよね。ケーキって繊細だから160度かな。とりあえず10分してみようか。この間に上にトッピングするチョコレートを溶かしていきたいと思います。ですね、ちょっと今トラブルがありまして、チレンジから煙がめちゃくちゃ出てきて一回動画止めたんですけど、電子レンジでチンしていきたいと思います。いちごのチョコから溶かしていきたいと思います。みんなさ、これ包丁で刻んだりとかするけど、タイヤはめんどくさいのでそんなことは知りません。煙が出ない、なんかやっと一安心。電子レンジっていいね、安全。え、すごい、なんかピンクじゃん、めっちゃかわいい。溶かしていく。アップルティーのケーキにさ、いちごのチョコレートって合うんかな。色が赤系っていうかピンク系っていうか、そういうイメージだからこのチョコレート買ったけど、合うのかどうかも。溶かしていきました。ナッツをねトッピングしたいんですけど、ウコの実とかぼちゃの種だけ取り分けていきたいと思います。使わないやつは全部私のおつまみ。ウコの実とかぼちゃの種ほぼ入ってなくね。一袋に一粒ぐらい。カシューナッツ大好き。うまい、うまい、うまい。
あんだけね、あったんだけど、こんだけのナッツで、こんだけしか取れない、クコの実とかぼちゃの種。うまい。焼けたんだけど、焦げ臭いよ。私が思ってたのと違う。で私がなんかちょっと思ってたのとなんか形がちょっとなんかちょっといびつなんだけど、串刺したらいいって。串じゃねえ、多分これあれや、チーズフォンデュのやつや。え、でもガリとかいい。え、待って待って、これなんかちょっと硬いんじゃない、大丈夫。え、硬い、どうしよう。大丈夫、美味しそう。フォローならん、硬いよ。いや、ちょ、あんたたちちょっと来て。こんなもんなんかな。外サクサク、中ふわふわみたいな感じかな。クッキー作った。クッキー作ったやろ。中ぐらいよね。これクッキーの食感よ。クッキーよね。スコーンか。あ、スコーンかもしれん。怖いよー。ね、感触がクッキーっていうことは、でもさ、何もついてないし、煮えちゃうね。中までね。中まで煮えちゃうわ、これ。次行こう。次行こう。あ、そこで悪口言うのやめてもらえませんかね。もう一つの方がね、うまくいけばそっち食べさせればいいだけの話。10分ちちょっと長すぎたんかもしれん。6分にしてみようか。よし。開けて、中切ってみるか。サクサクって言うんだよ。聞こえるんかな、これ。わかる？もう硬いの、めっちゃ硬いわ。硬い。地層、地層。これ。見て。地層、マジ。地層、これ。ほら。地層。やべえ。硬くね？見て。うん。カンカン、カンカン言うけど。大丈夫？これ。切ってみようか。家庭で切れん。これシフォンケーキじゃない。で、あ、多分あれや。おげん何やったっけ、フランスパンのやつ。あ、そう、ラスク作ったわ私。すげえ、私ラスク出来上がった、これ。ちょっとね、食べてみよう。あー、ダメやわこれ。ちょっとダメっすね、これ。ちょっとこれは人様にあげれるようなものではないわ。人間が食うものじゃねえ、まず。私、あの、レンジの前で見守ろう。よし。あ、もういい感じ、もういい感じ。硬くなるよ。大丈夫？あ、まだふわふわかった、もちろんこいつ。生焼けかな？生焼けじゃない。よかったね、食べ物出来上がったよ。見て、こんな感じね。これと比べたら全然違うことがわかるでしょ。地層ケーキ、ふわふわ感全くゼロやもん。これ、ほら見て、石、岩、これクッション、クッション。これに上にさっき溶かしたいちごのチョコレート、ね、かけていきたいと思います。かわいいじゃん、ピンクで。かわいい、いちごをかわいく飾っていきたい。見て見て、全然さ、ありよりのありじゃない。冷蔵庫に冷やしていく。バナナを電子レンジにかけよう。普通のミルクチョコレートの方を溶かしていきたいと思います。地層食べてみて、地層。いや、はい、マジ焦げちゃうやん、しかも地層食べて。はい、片パンだぞこれ。頑張って、おじいちゃん。これこれ。どう、味かて。味は味、味何もついてない。カリン島の味、美味しいか美味しくないか。実は美味しい。美味しいんやん、地層映え。作品名、地層。
バナナ。いい感じじゃない？これにさっきのチョコレートかけていきたいと思います。チョコレートクランチ、サクサク、ふわふわ、しっとりみたいな感じだね。いろんな食感が楽しめるという。なんかほら、なんかティラミスっぽくない？美味しそう。冷やし固めていきます。固まっていきました。なんかすごい崩れてるのがある。若干固まって、あーでもチョコパリパリ、チョコパリパリやけど、パサパサ。あ、チョコは結構切りやすい。これいい感じ、いい感じ。切っていったんで盛り付けていきたいと思います。どうですか、どうですか、こんな感じ。結構いいね。いい感じ。愛情こもってるからね、きっと美味しいはず。愛する妹が作ったから。じゃあおげんとあまねに今からあげていきたいと思います。ベニタマ、ハッピーバレンタイン。わー、ダイアンが一生懸命作ったよ。知ってるでしょ、向こうで。大丈夫？これはちゃんとできました。見てほしい、すごく。はい、これどうぞ。あまねとおげんです。かわいいじゃん。じゃんじゃん。おしゃん。おしゃん。だろ？ほら。なんか。いいね。チョコレート。おチョコが生乾きなんだ。生乾きっちまんでくれ。うま。うん。いい？うん。いい？うん。おー。うまい。チョコレートありきでうまい。チョコレートなしだと、パン。バナナもうちょっと入れるべきかな。あ、でも。風味はする。ホクホクして食べて。あ、うんうん、ホクホクした。これがいちご味。それはね、チョコはいちご味なんやけど、うん、アップルティーの葉。困るね、それ。いや、でも、食べてみ。あ、センキュー。ほんとね。うん、何の味がする？いちご。ゼロ。お菓子作りにとっては家庭化してないけどね。してないしてない。理解しよう。全部食べてくれたけどね。うまかった。よかったよかった。ありがとうございます。やったー。ホワイトデー。楽しみにしてますよ。ジャーキーやろ。ビーフジャーキー。自分で作る？ジャーキー。え、ちょっと嫌だ。生臭そう。ごちそうさまでした。ありがとう。いいね。ホワイトデーはジャーキー期待してね。うん、手作りします。頑張ろうね。嫌だ、嫌だ、絶対。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。